時計眼鏡、アクセサリリー、ーコドでございます。今回は腕時計で注意が必要なことを3点ほどをちょっとあのご紹介したいと思います。まあ、今回ですね、まあ、特に多いのがですね、あのマグネットですね、時期の影響を受けて時計が遅れたりとかですね、あとまあ場合によってはあの止まったりそういうことも結構多いと思います。 例えば、あの、これはですね、磁気のクラスプですね。これをもう、例えば、こう、一瞬、こう、近づけるだけで、このように、秒針、が止まっているのがわかります。それと、あと、あの、意外と盲点なんですけどバッグとかですね、これはメガネケース。これもちょっと、あの、その種類によっては、この磁気の、こう、あれですね、止め金を使っている場合ありますので、そういう場合も注意でございますね。それと、もう一点がですね、あの、衝撃ですね。 例えば強い衝撃で、あの、文字盤の足がぶつけたり、まあ、ゴルフなんかでもね、特に、あの、どーンと、こう、例えば、その、だふったりした場合なんか、すごく衝撃が起きますので、そういう場合も、あの、文字盤の足が曲がって、センターがこう、ちょっとずれたりすることもあります。まあ、それだと、このロックリューズの、こういうですね、防水道圏のですね、このネジの締め忘れなんか結構ありますので、それもちょっと注意が必要だと思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。